続いては佐竹うきちゃん。ちょっといろいろ聞くところによると、はい、お酢が好き。お酢大好きです。これは、ね、食べ物が好きなの？あのお酢に食べ物をかけるのが大好きで、うん、そんなに好きな、例えば、うん、お酢を例えば飲んだりとか普段します。あ、お酢飲んだりします。本当にします。あの黒酢を、うん、あの水でちょっと割って、うん、飲みます。あ、でもお酢なんか飲むとってなるでしょ？なんないです。なるでしょ。なんないですよ。というわけで佐竹うきちゃんにはもずく酢を用意しました。むせずに一気食いできるかチャレンジです。いいですか？いただきます。むせないでよ、うん、そう、プレッシャー、うん、いきます。どうぞ。あ、飲んでる。あ、すごい。ほら、完食ですよ、これ。来るな、お酢の CM。 ほら、いった。ほら、お酢足りない。お酢足りないってよ。足りない。もずく酢をむせずに、そして箸を使わず一気飲み。ウッキー、さすが。あと俺気になったさつまいもは NG。 さつまいも、いや、めっちゃダメです。美味しいよ。この世でなくしたいものナンバーワンです。さつまいも？給食で、出るじゃないですか。出る、絶対出るよ、さつまいもかな。で、やっぱり小学生の時って先生がすごい厳しいから、うん、残したらもう、げんこつみたいな。まあやっぱね、うん、好き嫌いはダメですと。そう、食べなさいと、もう最後まで残って食べさせられるね。そのどうしようと思った時に、うん、でも食べれないし、食べれないし、みんなもうお昼時間も終わって、うん、みんな校庭で遊びに行っちゃう時期、やばい、一、うん、人になっちゃう、うん、と思った。考えた、うん、投げて、でそれで先生落としちゃいました、うん、って言って、ごっついな。ごっついな君。パーンや、ドーン、ピシャーや。そう、やっぱりこうやって見えると、ほら、やっぱりちょっと気づかれちゃうんで、ここで思いっきりしますから。考えた挙句の、ね、考えた挙句の。うきちゃんは、はい、小学生のうきちゃんが。そうです。じゃあ、はい、なんか得意のポーズ、はい、得意のポーズ、うん、最後になんか決めポーズして。本当ですか？はい、うん、だからもしかしたらオス株式会社、オス会社の人が見てて、そこそっち、なんかこうね、確かに、あ、これいいっていうね、オス、うん、なんかお酢のイメージでしょ。はい、なんかね、わかりました、はい、酢。さすがはウッキー、得意ポーズまで